り上がってます。Buenos días。 はい、今日はね、キューバのトリニダードに来ていて、アルゼンチン対フランスのワールドカップ決勝の日です。なんでね、キューバでワールドカップのね、決勝を観戦していきたいと思います。ちょっとね、アルゼンチンの方ほんとだ、まあ、ちょっとアルゼンチン応援の人が多いんじゃないかなっていう予想だね。予想はね、そしてね、No, I'm sorry、 こういうこともありますね、はい。スペイン人とね、フランスとモロッコのハーフをね、カップの2人と一緒に観戦しようと思って、ここでね、待ち合わせてるんだけど、キューバはね、電波がなくて、今日 Wi-Fi しかなくて、しかも Wi-Fi もね、1日1時間ぐらいしか使えなくてっていうことで、連絡が取れなくてね、来なくて、試合開始まであと5分なんだけど、どうしましょう、お店他探しに行こうか、と、後でね。連絡取れるようになったら真相が分かるということで、ね、決勝見に行きましょうか。はい、行こうと思います。バモース。あそこがね、盛り上がってそうなので覗いてみようと思います。入れるといいけどな。ねえ、めっちゃ盛り上がってるじゃん。すごいね。え、さあ入れるかしら。始まりましたね。盛り上がってるよ。ねえ、多そうだね。完全に。あメキシコよりもこの場所がすごいね。でもさ、メキシコで見たメキシコ VS アルゼンチンより盛り上がってる、キューバでなぜか。後ろのね、おばさんすごい。わからない。
もうリサ怖い、みんなの興奮度が怖い、喧嘩にならないか心配。すごいの、こっち側がアルゼンチン応援側が多くて、そうで、こっち側にフランス側がすごい多くて、もうなんかすごい。賭けが始まりました。フランスとアルゼンチンどっちが勝ったの、賭けが。すごいね、賭けは禁止じゃないんだね。本当にね、すごい盛り上がりで、ちょっと私はビビってるぐらい。なんとなくこっちの手前側半分がアルゼンチンファンというか推しで、奥半分がフランス推しみたいな感じになってて、すごいみんなお金かけたりして情熱的になってます。なんかでもね、やっぱりエンバペとメッシが大人気って、もうその2人のヒーローでどっち派みたいな感じで分かれてるような感じになってますね。面白いです。ビールもね、頼んで延長戦を楽しみます。アルゼンチンゴール、キューバビールでしたね。美味しい？うん、足を踏まれるから体育座りに切り替えました。めっちゃ踏まれる、めっちゃ痛い。すごいね、これは一生忘れないワールドカップの決勝戦になりました。こんな風にさ、チームの応援が分かれるってなかなかないよ。
めちゃめちゃね、足を踏まれまくってます。やばいね、めっちゃ熱気、熱気がすごい。Wow.